クラテコレサダは、幕末の官人、儒学、国学者、印蔵式、学習書雑書著書に、国旗、和気清まろを検証し、和根関西碑の混流等を行った。伝記清まろ新筆、我が独山天地を寄索した疑いがある。完成十二年十一月二十九日、美の国高須、または、尾張国に、早見玄中の子として生まれた。 上京して、院増式座、殿これまさの養子となり、天保5年8月養父の後を継いだ。天保6年、国旗を脱行し、天保8年観行した。朝廷として、江戸幕府に対抗するため、道場歌謡教育機関の設置を働きかけ、天保13年学習所の開校が決定した。院増式としての書務経験を活かし、 校歌3年うるう3月設立当初より座章を務め、校歌4年3月開校式に座章筆頭として列席し、継所の素読、解読の補佐も行った。十数年後、中部で歩行が不自由になり、自由勤務を許されたが、病を押して出勤したという。電話家清丸新筆、我が独山天地天保14年頃、書、我が独山天地図が、関白、 高津笠正道から、任工天皇に、電話結尾丸を神筆として献上され、任工天皇、三人氏皇太子に転乱されたが、実際は、これさだの記号とみられる。嘉永2年9月、高津笠正道に、脇交通法の権威を提出した結果、嘉永4年3月15日神保寺五法前進者に、小一位、森大大明神の神海、信号が追贈され、 五国大名人進海信号宣言に不祝化を読んだ。嘉永年間、北野天満宮北野学道を指揮して各地に和魂関西碑を混流し、関係会すり本を独占販売した。安政2年柴田藩主溝の口県祭から京都町奉行浅野町祖を通じて学習院に報告論が寄贈され、須崎範子、この江田田を通じて公明天皇に献上した。また、 これさだを含めた道場6名に報告画が送られ、返礼書を取りまとめた。同年、国旗が高塚さ政道を通じて、公明天皇に展覧され、歌人、詩人、国学者76名からこれを祝するしかを寄せられ、安政4年うるう5月、大倉義美祭の編集により、国家大英集が刊行された。展覧により、名声が京都内外に広まる一方、 その戦略的な活動から、関東との噂も立った。安政五年5月開国論者、橋本佐内は、近藤良介に対し、これさだが、開国論に転じたらしいとして、配下の、服部熊五郎を通じて接触するよう指示しており、9月、西郷隆盛も、関東との噂を確かめるため有村春斎に自宅を、偵察させている。また幕府にも活動を疑われ、しばしば堀りに、 家の門を覗かれ、家族が恐怖したという。安政六年、黒沢登陸を和歌の門人として受け入れ、安政の大国で建築された、徳川成明の名誉回復のため助力した。同年8月22日病没し、菩提寺妙蓮寺に葬られた。法名は、ハスヌマイン、清光一向寺。1984年と1996年後が建て替えられた。 増位は1910年10月、森王神社宮寺、中井雅美が政府に小倉田惚れさだへ増位建博を提出したことによる。北の天満宮,は天宮和根関西妃大阪天満宮和根関西妃殿、菅原道真作、関係会中の二章を養分二足と呼び、その普及のため各地に和根関西妃を混流した。加映5年3月には、関東に 金の思想を広めるため信号自不原因の名で、江戸戦争時に、江戸戦争時内に、清丸公の社を建立する願書を提出したが、実現しなかった。関係会は、当時から六人部税公、黒川春村により古代に、国学、和魂のような語はないとして、偽書説が唱えられていたが、これさだは、即に、他人の手にいずるも、癒しくも、もって人に、国へ、国に報いるべくんば、 すなわちまさに尊心して、これを表彰すべしとして、活動を擁護している。戦後、加藤二平和根幹再説により、養分二足は谷川ことすが、日本初期通商が関係会を引用した、さえの補足中が、本文の一部と誤解されて混入したものと判明した。安政五年九月、西郷隆盛は噂に聞いた。 クラタウ進むの人となりを探るため有村む春斎を自宅に派遣した。春斎は薩摩藩の僧と名乗り、当時これさだが配布していた中心像の版画を求め、これさだは和気清まろ、くすのきの画像を取り出して忠義を説いた。しかし、これさだは不意に、どうして私の住所がわかったのか、と質問し、春斎が伊集院太郎エモンに聞いた。 と答えると、これさだは、移住院とは知り合いだが、私の住所は知らないはずだ。今日の午前転居してきたばかりで、誰にも知らせていないのだが、と怪しみ始めた。春菜が慌てて去ろうとすると、これさだは、今晩は、どこに泊まるのか。と聞き、春菜が、移住院だ。と答えると、これさだは過酷にちょうを持たせて同行させたが、春菜は、刀で脅して帰宅させ、 本来の旅宿会議直に帰宅した。翌朝、これさだが移住院に事件を報告すると、移住院は、西郷隆盛に事情を正したが、流星は、僧侶はいない。と回答した。二人は、彦根藩に追われていたこともあり、直後に、一生寺北条右門と共に、京都を離れ、大阪へ向かったという。なお、これさだの屋敷は、 新からスマ通り下切り同士仕上がるにあったとされるが、どの時点のものか不明である。既存の水土論に基づき、中国の液性革命思想は、日本の風土と相入れないとする一方、講師の教えは万国に通じるとした。武王の芳罰を否定した、白衣、粛清を中心と称える一方、同教事件の解決に奔走した、和気清まろの方が数段優れているとした。歌人。 八田智則が本人に聞いた話では、学習院で、孟子の講義の際、冒頭で、不協の語が多いので、日本で敬書とあがめるべき書ではないと断ったという。南北朝清順論では南朝を正当とした。江戸時代の倉田家には、院蔵式本家、右官邸の平文家、滝口鴨の文家、院蔵式文家の四、家があった。子孫は、これただ、助三郎。 彦太郎、健一郎、年をと続き、中国地方に在住する。ありがとうございます。